ちょっと改めてまた1番目の質問から、はい、はい、浦川さんと、その浦さんにとってですね、はい、LINE クリエイターズマーケットって何ですか、その一言で一言で言うと最強のコミュニケーションツールだと思っています。はい、まず2つ目の質問なんですけど、その今販売されてるその透明くんで、はい、そのスタンプを作った、はい、なんか裏話とか、はい、なんかバックストーリーなんかあります。はい、もともとはですね、別の絵を描いてまして、それがリジェクトされてですね、それでもう作り直そうと思って始めたのが透明くんでして、なので最初に作ったスタンプがリジェクトされてなければ透明くんは生まれてなかったと、はい、いうことになります。で、透明くんを出した最初の3週間は売り上げが一切50円しかなくて、はい、その50円は私が買ったものなんです。突然、はい、で、まあ、これは多分売れないだろうなと思ったら突然人気が出たというストーリーがあります。それはどこで人気が出た？それは台湾でやはり人気が出たようです。はい、じゃあ台湾の皆さんが買っていただいて、はい、なんかその後反響とかあったんですか？そうですね、ツイッターですとかインスタグラムでメッセージが届いたりというようなことはありました。はい、どんなメッセージ？はい、あなたのスタンプは有名ですと、まあ、おそらく翻訳されて多分送っていらっしゃると思うので、まあ、ぎこちない日本語だったりもしたんですけど、逆にその台湾語で送られた場合もありまして、まあ、それはこっちが自動翻訳してみてですね、こういったことを送っていただいてるんだなと、はい、ありますね。最後にスタンプを作られて、なんか良かったこと、はい、なんかありますか？そうですね、私自身あんまりこう海外へ目を向けたことがなかったんですが、今回台湾を、発祥として売り出してですね、いろんなこのインターネットで調べたりして、いろいろこう海外に興味を持つようになりました。で、これの言葉についてはどういったことで、スタンプを結構インターネットで投稿していただいているかと思いまして、でコメントもついているので、これはどういったことを言っているのかなということで、いろいろこう台湾語とか中国語にも興味を持つようにですね、はい、なってきました。はい、じゃあちょっと3番目の質問、はい、どうやってそのスタンプを作ったのかっていうのと、はい、あともう一つ、その一番大きなスタンプを作るときに一番何が大変かっていう、はいはい、大変なことあるんですか？はい、どうやってスタンプを作ってるかっていうことなんですけど、私の場合はイラストレーター、フォトショップ、一切そういった技術を持っていませんので、すべてマウスでですね、そのままマウスで書いています。マウスで描いてます。マウスで描いてます。はい。もともとフォトショップとかイラストレーターとかっていうツールは使ったことはない。使ったことはないんです。で、スタンプを作ればそれなりに、お金が返ってきますとかっていう事例もあるんですけど、はい、まだ挑戦できていない方に何かアドバイスがあるとすれば、はい、なんですか？そうですね、私も最初はやはりそのイラストレーターですとかフォトショップの技術がないと作れないものだと思っていましたので、最初は敬遠していたんですけども、いざやってみると、ガイドラインさえ守っていれば、何でも誰でも挑戦できるっていうのが分かりましたので、技術はなくても本当に書きたいという気持ちさえあれば、誰でも出せるのがクリエイターズマーケットだなと実感しています。はい、台湾の、今来ていらっしゃるそのクリエイターの、はい、メッセージとか、はい、使っていただいて大変嬉しく思っています。私の上手ではない絵がですね、皆さんの笑顔につながっていると思うと、私の心身も非常に嬉しいので、ありがとうございます。今後も楽しいスタンプを作れるように頑張っていきます。